蒸気船時代の海戦戦術。蒸気船時代の海戦戦術。蒸気船時代の海戦戦術。A. ネイバルタクティックスインザエイジオブスチームは、蒸気機関の後半被覆軍艦が、小船の戦列艦を時代遅れにした1860年代から、航空母艦や潜水艦が艦隊の主力となった1940年代、第二次世界大戦までの間に、海戦で用いられた戦術である。 この時代の戦術は、巨峰を要するドレッドノート級戦艦の建造から特に発展した。他にも、機雷、魚雷、潜水艦及び航空機が新しい戦術を提供し、その対抗手段としての対潜水艦船や原爆迷彩のような戦術も開発された。蒸気船時代の後期には、航空母艦や潜水艦が艦隊の主力となり、戦艦の時代が終わった。 1815年ナポレオン戦争の終結から1904年日露戦争の開始までの90年間大きな海戦がなかったということは注目すべきことである。海上での戦闘や長い海上封鎖はあったが大掛かりで準備の整った海軍同士の決戦は発生しなかった。この期間に船の推進方法、武装及び建造法に大きな変革が起こった。 19世紀の第2四半世紀、最初は補助機関として蒸気機関が軍艦に採用された。クリミア戦争1854から1856では大砲が大きな技術的発展を遂げた。さらに軍艦の装甲に鉄が用いられるようになった。炸裂弾の使用が一般的となり、火砲の威力が増すにつれて、 燃えやすい素材である木材を軍艦に使用することが危険であると認識された。このような変革は船の推進方法、武装及び建造法に関する考え方の変革が相互に影し合ったからこそ起こったものだということができる。蒸気機関によって船が自由に構想できるようになったので昇格戦術が復活するのではないかと多くの者が考えた。 1866年立差回線で、オーストリアの鉄板被覆艦、エルツ・ヘルツォーク・フェディナント・マックスが、レディタリアを沈めたとき、この過程に説得力をもたらしたように見えた。事故による衝突、例えば、イギリス軍艦のヴァンガードとアイアンデューク、ビクトリアとキャンパーダウンのような例は、蒸気船の昇格戦術で、致命的な損傷を与えられることを示していた。 しかし、レディタリアの沈没も自己的な要素が強く、蒸気船の昇格戦術は実用的ではないことが明らかになってきた。二つの船が十分操縦可能な場合は、動くスペースさえあれば、衝突を容易に回避できる。乱戦の場合は、昇格戦術を使う機会があるかもしれないが、魚雷や機雷が使われ始めると、敵の艦隊に突進することが危険であると認識された。 それゆえに魚雷が乱戦と昇格戦術を駆逐したと言われる。昇格戦術を選択することは、それに相反する以前の潜伏に大砲を並べる手法を衰えさせることにつながった。昇格戦術を取るときや乱戦に突入するような場合、戦士を敵に思向して戦う必要があるので、多くの艦船は潜伏よりも前方に 地には千尾に火器を置くように改められた。そうでなくても、産業革命の結果としてより大きな大砲が開発され、鉄や鋼での装甲が増えたことで、潜伏の大砲は遅かれ早かれ捨てれてしまう、戦術だった。大砲が大型化すれば、搭載数を減少させる必要があるが、なおもより広い範囲を攻撃できる機能を求められる。これは、巡航性能にとってはマイナスであり、 多くの場合、前方に直接砲撃することによる爆風で、上部構造物や甲板、偽装などに損害をもたらした。このことは、昇格戦術を無効にした、もう一つの要因である。19世紀の末に魚雷が開発され、戦術に新たな不確実性要素が加わった。魚雷は水中を一定の深度で動く水雷であり、特定の目標に向けて発射撃。 目視しがたいものであり、水面下で爆発する。その動きが予測しがたい全く新しい発明であった。魚雷単独では海戦における決定的な武器には、なり得ないのではないかという疑問が提されたが、その能力が発揮された時には、大きな効果を生み出すことは疑い得なかった。小さな集艇が、大きな戦艦を魚雷で破壊できることから、フランスでは、前者、小さな集艇が、後者、 戦艦を海上化駆逐するという説が最も説得力を持って指示を集めた。戦艦が水雷艇やそれ自体が大きな水雷艇とも言える水雷艇駆逐艦にその座を明け渡すというのである。しかし魚雷には制約があった。2000ヤード、1830メートル、およそ1カイリ以上の距離では有効に使用できないのである。水の抵抗により 震度が不確実になり、速度も落ちるため、動いている敵艦は回避が可能である。水雷艇は艦砲によって簡単に沈められてしまう。夜には砲の危険性は減ずるが、単焦灯の発明により、夜中でも艦の周囲の水域を監視できようになった。魚雷は後に潜水艦の主たる兵装となった。これは水面下から攻撃ができ、その武器である魚雷と同様、 目視しがたいという利点があった。日露戦争は新しい概念の最初の試験の場であった。この戦争は日本軍の衝撃的な勝利であった。旅順航でのロシア太平洋艦隊の封鎖に始まり、1905年日本海海戦でバルチック艦隊を打ち破って終わった。日露戦争で初めて魚雷が実戦に使われ成功を収めた。 しかし与えることのできた損傷は予想したものよりも小さかった。これは、旅順航のロシア戦隊には修繕用施設が手近にあったという事実を割り引いてもである。海上の戦闘においては、魚雷は補助的なものであり、すでに損傷を負った船に止めを刺すか、降伏を強いる時以外には使われなかった。この戦争では、嫌雷が単に防御のためというよりも、 攻撃手段として用いられた。日本軍が、旅順郊外に嫌いを付設したのである。1904年4月12日、ロシアの機関、ペトロパブルフスクがこの嫌い払いで沈没、戦艦、ポベーダは大破した。ロシア軍は1ヶ月後にやはり、旅順郊外に嫌いを付設し、日本軍の6隻の戦艦のうち2隻、ヤシマト、ハツセを沈めた、旅順郊閉塞作戦三章。 日露戦争では、米西戦争、1898年で得られた戦訓が確認された。アメリカ軍は、キューバのサンティアーゴデクーバの入り口を封鎖し、そこで一石の艦船を沈めることにより決着を、図った。日本軍はこの試みを、旅順航で大規模かつ大胆に再現した。しかし、蒸気船には小船にはない速度と壮大の正確さがあり、 選んだポイントで確実に沈めることも可能であったにも、かかわらず、この実験は失敗した。アメリカ軍も日本軍も敵を港に閉塞することには成功しなかった。19世紀が終わると、馴染みのある近代戦艦鋼鉄で走行し、蒸気機関のみで推進し、戦列艦などより、少数の大口警報を砲塔に搭載して、主艦ンの中心線上に配置したものマイナスが、 登場する。1906年、革命を生んだドレッドノートは、中高警報を廃止し、主機関に蒸気タービンを用いた最初の戦艦である。ドレッドノートはそれまでの戦艦よりも大きく、速く、攻撃力も防御力も優れており、それらをすべて全土急戦艦と呼ばれる旧式艦にしてしまった。 この突然のレベルアップは、イギリスとドイツの嫌韓競争を引き起こし、規模は小さいものの、他の列強、アメリカ合衆国、フランス、ロシア、日本、イタリア、オーストリアイコールハンガリー帝国、トルコ、ブラジル、アルゼンチン、チリも、土球戦艦の建造や交流に走った。第一次世界大戦では、機雷、魚雷、潜水艦の導入で、 海戦戦術は一層複雑なものになった。それでも艦砲はなお海戦の武器の主役であった。それは周囲の状況がどのように変化したとしても遠距離の敵を攻撃することが可能だった。砲塔に搭載された長距離砲の開発は海戦戦術の性格を変えた。集中ということが戦術の基本命題であるが艦砲の射程が伸び射角も広がったことで 帝徳たちは、艦艇の集中よりも、火力の集中を志向するようになった。熟練した海軍士官の目標は、敵の体系の一点に特に力を集中させることに、あった。小ネ時代の海戦戦術では、火器の有効射程は1000ヤード、910メートルから1200ヤード、1100メートルであり、原則の訪問から打ち出していたために射角が、 狭かったので火力の集中を実現するには多くの艦を狭い海域での接近戦に持ち込む必要があった。20世紀初めまでに艦砲の射程は7000ヤード6400メートル以上となり、砲塔、または回転砲座から向かえ角をつけて砲弾が打ち出されるようになったため距離のある敵に向けて砲弾を集中させることが可能となった。その効果を上げるには 一取りを慎重に図ることが必要だった。小ネ時代の艦隊は、それぞれの艦が原則から攻撃できるように重人とする必要があった。蒸気推進艦の相艦実験や、日露戦争で得られた経験からは、この陣形には新たな変更は加えられなかった。以前と同じように、すべての方は同じ方向を施行する必要があるとされ、また、 その社会を得るための物理的な必要性から、艦はすべて前後に連なるように体型が組まれた。これによって、両艦を誤って砲撃することなく広範囲の敵を砲撃でき、また敵を一方の側に捉えながら航行することにより、艦首と艦尾の砲塔からの制射も可能となって、命中率を最大とすることができた。追撃戦であるとか、 まだ死人できていない敵艦を索敵したりしている場合、艦隊は横陣を組むこともあった。追撃している艦隊は敵戦が落ち射する魚雷を受けてしまうリスクがあるが、横陣であれば、全艦の方を敵艦隊の最後尾の艦に向けて発射できるからである。敵が交戦する用意があり、その攻撃力を最大にするために原則を向けるような場合は、味方も、 同じような体型に組まねばならない。すなわち単獣人には単獣人ということになる。単獣人に組んだそれぞれの艦艇が敵の単獣人の対応する位置の艦を相手にした。原爆明細、ダズルカモフラージュは艦の速度や進行方向を見極めがたくすることにより艦砲の照準を合わせられないように考えられたものである。第一次世界大戦の潜水艦は 戦術的には小舟時代の主略船と同じように使われた。なぜなら潜水艦の速度は攻撃目標の商船より少しばかり速いだけだったからである。また搭載できる魚雷や砲弾の数が限られていたので撃沈できた船の数も少ないものであった。第一次世界大戦の勃発時には大潜水艦攻撃法は未開発であった。 水上の軍艦には潜行中の潜水艦を見つける方法も攻撃の手段もなかった。潜水艦の潜望鏡を見つけるとか、魚雷の鉱石を読むというような頼りない方法に頼っていた。浮上してきたところへ直接砲撃を加える以外には、昇格戦術で潜水艦を沈めるしかなかった。対潜水艦防御法としては、潜水艦の向きと同じ向きに、自戦の方向を変え、 敵に見せる投影面を小さくすることであった。潜水艦が前方に見えた時は船首を向け、後方に見えた時は戦備を向けた。1914年末までにドイツの巡洋艦が太陽から追い払われ、主要な脅威は U ボートになった。イギリスの海軍は変化への対応が遅れた。1917年になって、やっと当時のデビッド・ロイド・ジョージ首相の主導で、 五送戦団方式が導入された。U ボートの被害は以前の10分の1まで減った。大戦の終わり頃、イギリスは最初の航空母艦を開発し始めた。はじめは大型軽巡洋艦フューリアスに離着陸用の艦板を装備したものだった。また、ドイツは飛行船ツェッペリーを実戦に使用した。県艦,艦競争の再開を恐れた海軍列強は、 ワシントン海軍軍縮条約を締結し、戦艦や巡洋艦がまだ先代に乗ったままで解体された。1930年代に緊張が高まると、急進的国家主義国家である日本、イタリア、ドイツがそれまでよりも大型の艦の建造を再開した。日本の戦艦ヤマトは史上最大の戦艦であり、排水量7万2千トン、主砲口径は18.1インチ。 46センチメートルであった。対戦後すぐに、改装ではなく設計時からそのために作られた最初の航空母艦が完成した。日本の法相とイギリスのハーミーズである。どちらも小さすぎ、本格的なものではなかった。ワシントン海軍軍縮条約では、イギリス、アメリカ、日本は解体すべき2隻の戦艦を航空母艦に変えることが許されていた。 アメリカと日本はどちらも90機の飛行機を乗せることができる大型母艦を建造した。アメリカの2隻と日本の1隻は未成巡洋戦艦の船体を利用していた。両国とも航空母艦を使った新しい戦術を模索し始めた。酸素魚雷、磁気機雷、第二次世界大戦中は新兵器や新技術の開発と密接に結びついた戦術が開発された。 水中超音機、ソナー、そしてレーダーが初めて大掛かりな戦術として使用された。また、高周波方向探知機のような新技術も開発された。北海や大西洋ではドイツは正海圏をめぐって連合国軍に挑戦できる力を欠いていた。その代わりにドイツは主力艦や武装特設巡洋艦、潜水艦及び航空機を使った。 通称破壊戦略を取った。連合国軍は直ちに貿易戦保護のために、護送戦団方式を導入し、イギリス近辺からパナマ、ボンベイ、シンガポールあたりまで拡大した。地中海では、イギリスとイタリアが制海権を求める従来からの争いを続けた。主力艦部隊に、駆逐艦による対戦防御や防寒航空機による防空を提供するために、 それぞれの任務に対応できる艦船を集めた特別な任務部隊がたびたび編成されるようになった。航空戦力の発展は航空母艦の出現と海軍航空部隊の発展を含むさらなる戦術の変化をもたらした。第二次世界大戦中の陸上や航空母艦から発進する航空機の活用は政界圏の維持が その多くをその上空の制空権によっていることを明らかにした。1940年春のノルウェー沖とその夏のイギリス海峡においてドイツ空軍はイギリスの持つ昼間の制海権も制空権なくしては維持できないことを示した。その翌年にはドイツ空軍が地中海に転戦しイギリスの制していたその戦場の情勢を逆転させた。 対戦の開始と共に採用された連合国軍の護送戦団方式であったが、ドイツの潜水艦 U ボートは新しい戦術を採用した。対戦の最後の年までほとんど全てのドイツ U ボート、他国の潜水艦もそうだったが、はディーゼル機関を使い、水中での推進力は電気モーターによっていた。このことは重要な戦術的意味合いがあった。電気モーターは、 ディーゼル機関に比べはるかにひるきであり、駆動時間も短かった。潜行中の速度は10ノット、時速18キロメートル程度であり、最も遅い商船と大差なかった。さらに、遅いだけでなくその最大潜行速度で進める時間も限られていた。第二次世界大戦の潜水艦は、真の潜水艦、先行して行動する艦でなく、河川艦、先行することもできる艦であった。 カールデイニッツの指揮下、U ボートは夜、水面上で攻撃するという戦術を採用した。これは、第一次世界大戦で初めて使われたものであり、第二次世界大戦の開戦1年前にもバールト海で試されてた。日中に先行して攻撃するよりも、水雷艇のように高速を使える夜の水上で、攻撃すれば効果が大きいことを発見したのである。夜間、浮上して、 護送船団に近づき、護衛部隊に接近した時もまだ発見されずにいられることを彼らは見出した。護衛艦の環境の高い位置から見ると、U ボートの低い船体はほとんど視認できず、暗い水面にわずかに司令塔の影がある程度だった。逆に、U ボートからは、護衛艦や商船の船影が夜空にくっきりと浮かび上がっていた。第一次世界大戦の第五層船団戦闘で、 ドイツは守りを固めた五層船団に一隻の潜水艦で向かっても大した成果が得られないことを学んだ。単独で攻撃する代わりに無線で連絡を取りながら連携を取る軍狼作戦を採用した。連合国軍の五層船団の進路と交差する長い警戒線の中に潜水艦が散開する。位置に着くと水中上音機で船団のスクリュー音を感知したり、 あるいは双眼鏡で水平線上に漂う船団の煙突の煙を見つけようとした。ある潜水艦が船団を見つけると、船団の位置を伝えたの潜水艦が集まるのを待った。これで、護送船団の護衛部隊は一隻の潜水艦に立ち向かう代わりに、夜間におそらくはハンダースの U ボートと対戦なければならなくなった。オットークレッチマーのような大胆な艦長は、 戦団の警戒ラインの中に入り、戦列の中から商船を攻撃することまでやってのけた。護衛艦は数が足りなかった上に、しばしば自給力にも欠けており、また装備したソナーは水中目標にのみ働くものであったため、夜中に浮上した潜水艦には何の反応も示さなかった。これに対するイギリスの対抗策は常設の護衛部隊を組織して、 船と戦闘員の連携効果を上げることだった。護衛部隊は2、3隻の駆逐艦とハンダースのコルベットによって構成されたが、部隊の2、3隻は悪天候や戦闘による損傷のためにドック入りしていることが多く、通常は6隻ほどで護衛についていた。ドイツも長距離偵察が可能な航空機を導入して、護送船団を探し、U ボートの攻撃を助けたが、 はかばかしい成果を上げるにまでは至らなかった。対戦の終わり頃、ドイツは自動誘導魚雷を導入した。これは敵船のスクリューが発するノイズを探知して追跡するものであった。当初はこれが大きな成果を上げたが、連合国軍の科学者たちはすぐに対抗手段を開発した。アメリカ海軍の太平洋における潜水艦作戦は、 大西洋のドイツ海軍と多くの点で類似している。アメリカ軍は、対戦当初、魚雷に欠陥があったために、危険を犯して命中させても、戦果を上げられず敷き落ちてしまい、その回復に一年以上を要した。アメリカ軍の潜水艦は、夜の海面に出て、群れをなして攻撃するというドイツと同じ戦法を取った。ただし、群れといっても三隻を超えることは稀であった。 太平洋では大西洋と異なり、レーダーのような新技術の恩恵を受けたのは潜水艦であって護衛部隊ではなかった。1943年までに多くのアメリカ軍の潜水艦がレーダーを装備し、夜に護送船団を見つけたり、護衛部隊の位置を探査することに用いた。初期の大潜水艦武器は護送船団の護衛部隊であり、ソナーと爆雷を装備した駆逐艦であった。 イギリスは1941年7月に U ボートを六角してドイツの潜水艦の性能を多く把握することができた。ことに連合国軍側で爆雷の爆発深度として設定したよりもはるかに深くまで U ボートが安全先行できることを知って驚いた。太平洋では日本海軍が護層船団防御の問題を解決できず、 効果的な対潜水艦戦術を見つけられずにいた。日本軍の輸送船団は、数は多いが規模が小さく、必然的に護衛艦の数が少なかったので、多くの場合潜水艦によって、要因に裏をかかれて攻撃された。イギリスの戦艦、プリンス・オブ・ウェールズと、巡洋戦艦、レパルスが1941年12月10日、マレー沖で沈められたことは、 戦艦の時代の終焉を象徴していた、マレーオ機械戦。太平洋戦争の終わりまでに、戦艦と巡洋艦の戦術的役割は、対空防御力の弱い航空母艦を守ることや、海岸に近い陸上の標的を砲撃することに限られてきた。日本軍の戦艦、ヤマトやムサシは艦隊決戦に備えて建造されたが、どちらも、 アメリカ艦隊を射程に捉える前に航空機に沈められた。イギリス軍は1940年の11月、イタリア海軍基地、ターラントを空襲した、タラント空襲。この時、イタリアの戦艦を3隻沈めており、航空母艦の可能性の高さを示す最初の機械となった。しかし、その成功は港に停泊しているところを攻撃した、ゆえと考えられ、 戦艦の時代が終わったことを信じ込ませるまでには至らなかった。航空母艦の戦術的また戦略的能力を実証したのは日本軍だった。1937年からの中国沿岸での作戦行動での経験を生かし、日本軍は複数の航空母艦からなる常設の戦隊を組織するようになった。イギリス軍やアメリカ軍は まだ単独あるいは2隻の空母での行動を行っていたが、1941年までに日本軍は6隻の空母を含む空母機動部隊を組織していた。太平洋戦争の先制攻撃である真珠湾攻撃を行ったのはこの部隊であった。同じ部隊が太平洋を横切り、オランダ領東インド諸島、ラバウルで連合国軍を攻撃し、オーストラリアのダーウィン、そして 西論島のコロンボやトリンコマリーまで攻撃した。東インド諸島の連合国軍は敗北を期し、イギリス東洋艦隊の旧式戦艦はアフリカ沿岸、ケニアのキリンギにまで退却することになった。これらの成功にもかかわらず、日本軍の多くの提督たちは航空母艦の戦術的優位を認識できずにいた。戦艦を空母の護衛につける代わりに日本海軍は来たるべき。 艦隊決戦に備えて戦艦を積極的に要せず温存し続けたが結局その機会は訪れなかった。日本軍が真珠湾でアメリカ太平洋艦隊のほぼ全ての戦艦を沈めるか損傷させるという成功はアメリカ軍に航空母艦を用いた戦術へ転向する機会を与えた彼らは遅かれ早かれそのような戦術取ったとは思われるが アメリカ軍はすぐに一軍の任務部隊を作り上げた。部隊のそれぞれが一隻の航空母艦を中心に構成された。日本軍が占領している島々を攻撃し続けることにより、アメリカ軍は次第に航空母艦の扱い方を心得てきた。任務部隊の司令官が上官すべきは空母であり、護衛の巡洋艦ではないことを学んだ。また、 任務部隊の戦闘機指揮官が一緒に上官するという戦術も考案した。1942年には航空母艦を中心とした四つの大きな戦闘があった。三五回海,海戦、ミッドウェイ海戦、第二次ソロモン海戦、そして南太平洋海戦である。これらは航空機のみにより戦われており、南太平洋海戦において漂流中の放棄されたコーネットを除き、 両軍とも、水上艦艇を互いに指認することはなかった。日本軍の空母は、アメリカ軍航空機に何度も攻撃され、四つの、戦いで六隻の空母、サチオオトリ、赤木、カガ、ソウリュウ、ヒリュウ、リュウジョウを失うことになった。一方で、アメリカ軍は三隻の空母、レキシントン、ヨークタウン、ホーネットを失っており、それとは別に潜水艦により一隻、ワスプを失っている。 アメリカ軍の新しい高速戦艦が1942年の夏に太平洋戦線に到着した時、もはや独立した戦艦戦隊が編成されることはなく、防御の弱い空母の護衛にその重砲を役立てるべく、空母任務部隊に組み入られた。1943年までに数多くの空母、戦艦、巡洋艦、駆逐艦が太平洋で任務につき、 高速空母任務部隊が編成されて、続く2年間にわたって太平洋を接見し、日本軍の当初基地を孤立化させ、打ち破り、破壊していった。この項の前半話によるところが大きい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。